階級25話に登場した白鳥沢の牛若子と牛島若利役は竹内涼太さんですいきなりのゲスト出演でびっくりされた方も多くいたようですねツイッターでは「低くて渋い声が素敵だ」と高評価でしたよ「牛若ちゃんの竹内涼太さんって浜マの石神か」「低めで素敵なお声だよ」「早く最終回見たい」 牛若ちゃんの声優、竹内涼太さんという方らしいんだが知らんくて、低くて渋くて甘い声の方らしいっす。牛若ちゃん、素敵なラスボスになって。やばいわ。竹内涼太さんにはまりそうを。声渋すぎてもだえる。聞いたことあると思ったら、ナルトのだるいの声優さんだったのかからからマギのイサークの声も竹内涼太さんだったからからから。 HQ 最終話見てラストの全員集合へで叫んだら興奮しすぎて息するのつらいみんな可愛すぎるしかも牛間の声優竹内涼太さんだったとは気がつかなかったでも良い声してたつらいその事実を知って息切れするほどヒヒになったところで今からる路剣完結編見るよ胸からしいようる路剣まともに見れるかしら W そんな竹内涼太さんですが 誰っていう方も多いですよね。竹内涼太さんは声優で主人公は多分やったことないのですが人気作品に多く出ていますのでまとめてみました軽くウィキペディアからだと竹内涼太は日本の男性声優ナレーターアーツビジョン所属兵庫県神戸市出身妻は同じく声優の寺島愛 日本ナレーション演技研究所附属養成所卒業。最近ではドラマティカルマーダー、ハス、戦国無双4、片倉小十郎、上杉景勝、ブレイブリーデフォルト、リングアベル、アナゼル R.E、浜戸ラ、石上俊一で活躍されています。ナルトにも出てたんですね。それは気づきませんでした。